おそら勇者、ついに手に入れた、ザクッとモンスターボール。っていう名前かどうか置いといて、モビルスーツ06、ザクト。このザクトがあれば、連邦は、ジオンに勝てる。さて、このザクなモンスターボール、ザモンザクモン、ザクッとモン、ザ、ザン、ザンス、ザンスを開けていくよ。深く入ったわ。予想以上に深く入った。ズラダン、白いとこ増えるわ。いいね。そうそう。これぐらいに、無抵抗の方がいいな。抵抗してきたわね。なるほどね。さあ、恥ずかしがらずに、行こう。よし、行こうだ。ほら、よし。で、これがどこがザクなんだ？開け方がわからない。これ説明書がなくて、この、説明書がないっていうか、ガシャポンカプセルにお金入れたらこのまま、って降ってきたんだわ。落ち着くんだわ。よし。さて。あ！メカニカオ？メカ、あ、入ってた。あ、折れた。違うか。よし。さあ行こうか。なんかいっぱいパーツ入ってんじゃん。どういうことだろう。よいしょ。りょうさん型ザク2と、F 型？ちょっと待ってくれよ。これ頭だけじゃ F 型とかどうとかよくわかんないんじゃないの？なんだっけ？装備でなんとか型が違うんだっけ？この F だかなんだか。よくわからないじゃないか。物愛、左右稼働。いいね。パチッとはめる。まあいいか、ちょっと組んでみるよ。で、まあできたのが、これ。なかなかいい感じのザク2。これはなんと35分の1ぐらいのデカさなのかな？よくわからないけど、とりあえず60分の1よりは相当でかいよ。そして、この、玉っころにしてた3つのパーツは余りっぽいよ。まあね、そうだよね。よく思ったらこんなデカデカと名前彫ってなかったわね。うん。さて、ちょいと久々にガンプラの墨入れでもやってみるかを。というわけで、墨入れ終わったわ。まあ、ちっちゃい違いが分かってくれたら嬉しいよ。で、今回も、よいしょ。ガンプラの墨入れペンでやっちまったわ。本当はパーツごとに色が薄かったり濃いやつで塗った方がいいんだけど、まあ。ね。シャーペンは力の入れ具合で何とでもなるからな。グッド。まあ、適当にやったから力の入れ具合で何とでもなってないところもあるんだけど、まあ、いいわ。ね。うん。というか、下のパーツくっつけると、なんか雪だるま感あってなかなか可愛らしいよね。うん。話しかけたくなっちゃうわね。君は、モビルスーツなフレンズなんだね。そうだよ、僕はザク、かわいいザク、ザクザク、ザクってザクだ。もう、ザクって呼ばないでね。ザクだよ、ザクだよ、ザク、ザク、ザクだよ。ザク、ザコじゃないザク、ザコ、ザクないザク、ザクじゃないザコ。おっと、ザクじゃないザコじゃ意味がわからないよね。うん、ちゃお。本当は汚し塗装とかもやろうと思ったんだけど、ちょいと時間がかかっちゃったから。てか、墨入れぐらい39秒で終わるかと思ってたんだけど、結構かかっちゃったわね。ズラタン。というわけで、次回もしかしたら、あるかもしれないよ。汚し塗装編が、ないかもしれないし。というわけで、チャオ！